さあ続いては視聴者の皆さんの可愛いペットを紹介するマイペット通信のコーナーです。今日は動画が届いています。ご覧ください。はい、ペンネームまさまるさんからの投稿で、うさぎのきなこくんです。マイペット通信うさぎ初登場なんですけども、きなこくんはまだ生後5ヶ月のおそらく男の子だということで、こうやってね、かわいい、いつも何かもぐもぐ食べているんですかね。あの水飲み場で水浴びをするのが好きで、隣にある本棚の中の漫画が水に濡れてしまうなんていうこともあるそうなんですが、もう飼い主のね、まさまるさん、もうきなこくんが楽しそうなので気にならないですということなんですよね。下からこういう、下から撮ってんだね。かわいいですよね。いかがですか、定時さん。いやー、うさぎいいですね。ねえ、癒されますよね。本当、ペットいいですね。あの性格はわんぱくでやんちゃで、ドライフルーツが大好物だということなんですよね。名前の由来がですね、この体の色ですね、毛の色、ちょっとこうきなこカラーということで、きなこくんと名付けられたそうです。もう家族のね、大切なアイドルになっていること間違いなしですね。まさまるさんときなこくん、ありがとうございました。